千葉四五木、千葉四五木、千は四五木もしくは、千葉、千人は、元独期に、泉国大鳥群港赤北村麻大区村の、右兵により考案された、日本の古式の脱穀用農具、木の台の上から、鉄製の串状の葉が水平に突き出した形をしている。また竹製の葉の場合もある、稲古木と麦古木に分かれる、千葉四五木を使用する、農夫木製の台に付属した足置きを踏んで、 体重で固定し、串状の葉の部分に刈り取った後に乾燥した稲や麦の束を振りかぶって叩きつけ、引いてすき取る。稲の場合にはこれで穂からもみが落ちるので、脱穀が完了する。麦の場合には穂が首から折れて、穂のまま落ちるので、これをさらに叩いて脱穀する。この農具の開発までは、手に持った小キバという大型の橋状の器具で穂を挟んでもみをしごき取っていたため、 束のまま一気に脱穀できる、千橋五期の発明によって、脱穀の能率は、飛躍的に向上した。しかし、非効率な古木橋による脱穀は、存落社会においては、未亡人の貴重な収入源となっていたため、千橋五機は、この労働の機会を奪うものとなり、ごけ倒しの異名もある。大正時代になると、千橋五期からの発展型として、足踏み方式の回転ドラムに、 ループ状のピンが多数植え込まれた足踏み式脱穀機が開発されて、さらに脱穀効率が向上し、さらにこれが動力式に発展した。これを機に改良の余地がない千場しごきは急速に衰え、昭和初期に製造の終焉を迎えるが、大切な種もみを痛めずしごくことができたため、昭和の半ば頃まで使われていた。当初の千場しごきは、 江戸幕府編纂の泉市によると、稲子木用で、長さ3尺91センチメートルで高さも同様で、四つ足で前足を短くし斜めにして、長さ5、6寸15から18センチメートルの変釘、儀20葉を連ねて1日で稲30束を処理できたとある。千橋五木の葉は、穂と呼ばれ、1丁あたり17から27本ほど使われ、大義肉脂状に留めてある。 穂の断面は、江戸時代が長方形の平打ちで、幅広で短く作られていたが、明治時代になると、面取りだややりだなど、断面の形状に改良を加えた穂が使われた。穂は、絡み釘という釘を使って台に取り付けている。穂と穂の隙間を、目といい、稲葉と麦葉で異なる。福井県若狭地方では、稲葉が五輪で二千道下が通る幅とされ目は、絡み釘で調整していた。 から見くぎで調整された穂はさらに押しだぼうという、角材で第二に固定されていた。当初の千しごきは、竹の穂を持つ、麦用の千しごきで、後に、和漢三サイズの中で、竹の穂の稲葉が登場し、間もなく、鉄製に変わった、とされている。しかし、泉市では、発明当初から、稲用の鉄製の穂とある、木製の穂を持つ、稲用の千しごきはなくなったが、 麦用としては長く、神奈川県から東京都、そして埼玉県にかけての相模屋大地と玉丘陵、そして武蔵野大地は麦の栽培が盛んな畑作地帯で使われてきた。明治7年の府県物産表に1万3000もの千葉橋ごきが神奈川県で生産された記録がある。早瀬にある岩川商会の千葉橋ごきの道具箱には番号が付けられ、 一つの箱に入っていた道具の種類や数は不明だが、かなりの数の道具が揃っている。また数多くの焼き印もあり、ほとんどが未使用に近い状態で残されている。その中には、無料修理を謳った焼き印がある。千橋五器は、数年に一度の修理が必要な道具で、修理が必要であるからこそ、行商が成り立っていた。修理が無料であれば、修理の手間賃や、 新しい商品の販売につながらず、自分の首を絞める結果になりかねない。無料修理の焼印は、仙橋ごき製造の末期に作ったものの、結局使うことがなかったと思われる。また、仙橋ごきの修理には、タンヤの技術が必要で、ロやフイゴなど火作りの道具は欠かせない商品である。仙橋ごきも常に持ち歩いて移動することは、困難である。行商には、拠点が必要だった。 行商先に拠点を設け、そこで修理したり、売りに出歩いたりしていた。葉橋五木の鍛冶屋には、技術はもちろんのこと、行商先とのネットワークを構築する能力も必要だったようである。鳥取県の中央に位置する倉吉は、江戸時代から葉橋五木の製造が盛んな場所だった。明治22年2月4日付、漢方の倉吉稲木製造提供という記事によると、 江戸時代の安政年間に製造が始まり、天保9年の改良により、名声を得て、明治時代に倉吉の多くが千橋動きに関わるようになった、とある。倉吉は家冶町があり、江戸時代前期から多くの家冶屋があった。倉吉では千葉のことを千人と表記するが、倉吉千人の製造は、この家冶町が中心だった。また、 千場仕事機の販売や行商人への資金貸し出しを行う鉄工社という会社が明治13年に倉吉出身の三島久平とその近郊に住む岩本、連造の二人によって創設された。製造工程は穂を作る単野仕事とできた穂を第二に取り付ける仕事に分けられる。単野仕事は原料の地金から板状の荒金を取り、それを割って穂の素材とし叩き伸ばし、 また鍛えて穂を作り、ヤスリで削って葉をつけ、焼きを入れて完成する。できた穂を絡み釘を使って台に取り付ける仕事は、絡みと呼ばれ、葉橋ごきの良し悪しを決める大事な作業で、熟練の職人が当たっていた、倉吉の葉橋ごきは、行商を中心に販売されてきた。自ら行商先を選んでいく場合もあれば、先方の求めに応じていくこともあった。 倉吉の製造技術は単ヤ職人の行商により全国に伝わってきたが中には行商先に移り住み現地で製造する事例も見られた。鉄工社の田中富蔵は行商先の八王子に店を構えて製造、販売、修理を行った。富蔵の千橋五きは八王子をはじめ埼玉、東京、神奈川で広く使われており好評を得ている。また、 若狭地方も、千葉しごき製造、行商の盛んなところで、製造は主に早瀬で作られたものだった。早瀬は、江戸時代からの千葉しごきの産地で、その始まりは、寺川昌兵衛によるものである。昌兵衛は、北国屋という屋号で千葉しごきを製造し、販売や行商を行った。その後も北国屋は次の世代に受け継がれ、千葉しごきの製造を続けている。 若さも行商によって販売されていた。行商は全国規模で長期にわたっていたようである。明治44年の三方軍史では、初期の行商先は三越と大諸州であり、交通が発達した頃になると、北は北海道、南は沖縄まで及んでいること、また男女とも17.8歳になると、親子兄弟あるいは、夫婦親戚同士で組を作り、引力5月の節句前後から、 正月前に至る行商をしていたこと、そして行商人の数が200人であることが記されている。明治42年末の早瀬の人口は1327人で、子供の数を考えると成人の5人に1人が、葉橋五き行商に携わっていた。若狭早瀬はまさに葉橋五き行商の集落だった。葉橋五きの販売の多くは、駆け売りだった。多くの場合は稲刈り前に販売し、 収穫が終わった後に訪れて残金の生産をしている。行商の期間は長くなり、また二度手間にはなるが、収穫後であれば農家は現金収入を得ている。行商人にとっても農家にとっても都合の良い方法と言える。また倉吉は単や職人による行商であるのに対し、若狭早瀬は商売人による行商である。 文政5年の大倉長常著作の農業便利論巻の中によると、先週、堺、摂州、大阪あたりでの稲子木の価格は17枚場は大銀6問目7分、19枚場は大銀7問目5分、21枚場は大銀8問目5分から10問目と、ある。また、麦子木は1件は大銀10問目、1件半は大銀14問目と、ある。ありがとうございます。